約半年間行ってきたキッチン DIY の総集完結編ということで、今回引き出しという引き出し全てにストレスがパンパンに詰め込まれ、片付けても片付けても片付かない魔の巣窟、大嫌いになってしまったこのこじらせキッチンの全てが激変する様子を、未公開の床張り、タイル張りも含め最後まで一気にお届けします。早速レッツ DIY と行きたいところなんですが、まず DIY に取り掛かる前に行わなければならないのが、ハリボテにならないためには避けては通れない魔のキッチン全出し、そして断捨離からのお掃除ですね。全出しの様子を見ながら、初見の方のためにこじらせハウスについて少しお話しさせてください。何がこじらせなの、どこをこじらせてんのってとこですが、まずこの家を自発的に片付け、自発的に家事をする唯一の人物が在宅ワーカーである私、母アキであり、旦那モヘジは激ムカつ昭和の魂を持ち続ける、ゴミ出し以外の家事を一切しない保守一徹タイプの人間。ここまではまだまだどこの家庭にもありふれた話ですよね。いわゆるワンオペ家事育児というやつですね。問題なのは、その唯一家を、子供のすべてを管理すべき母である私アキが、主婦として類稀なるポンコツであるということ。やりたいことに対する情熱と、やりたくないことへの無頓着、その落差が半端ない人間であり、しかもやりたくない方に最低限の生活を送るに必要なすべてがギュッと詰まってる。おそらく子供がいなくて一人だったら、食べることも寝ることも後回しにして、やりたいことに集中し続けてしまう、そんな人間が3人の母親になってしまった。片付けが苦手、掃除も整理整頓も苦手、料理が嫌い、時間の管理が壊滅的にできない、学童を抱える母としては全てが致命的。たまにね、こうやって片付けられない、いつも散らかってる状況を晒していると、子供を言い訳にするな、もっと子供が多くてもフルタイムでもワンオペでもちゃんとやってる人もいるぞと、錆びたナイフのようなコメントをいただくこともあるんですが、アキは一切子供がいることを言い訳にしたことなんてないんですよ。ただ事実をありのままお伝えしているだけです。そして周りに子供が6人いようが7人いようが、そつなく暮らしている私から見たら超人ママが何人もいるので、アキがいかにダメでふぬけな主婦であるかはもうとっくに知ってます。アキは子供がいなくたって、実家でおんぶに抱っこの時だって、一人暮らしの時だって、いつだって脳内はとっちらかってたし、いつだってお部屋メーカーでした。生まれてこの方、常にすっきり片付いている暮らしをしたことなんてありません。それでも楽しければよかった、毎日が楽しくて気にならなかった、失敗しても困るのは自分だけ、自分のミスはその都度自分で必死に取り戻し、生活に支障をきたすほどではなかった、一人の時は。でも今は違う、一人じゃない、一人で精一杯だったこの脳みそで3人分の全てを管理するなど到底不可能。物がなくなって困るのは子供たち、お迎えの時間を間違えて困るのも子供たち、さらには学校の先生にも周りの大人にも迷惑をかけてしまう。産んだ以上は3人を健やかに、できる限り素敵な大人に育てたい、そんな眩しい理想には到底追いつけそうにもない、散々たる日々の現実。ご覧の通り、お部屋済みのくせに潔癖という不可解な主婦です。潔癖だから少しでも汚くなると見て見ぬふりをしてしまうのかもしれません。こんな散々な毎日をポンコツなりに打破するべく、こじらせハウスお片付け隊は誕生しました。このとっちらかった脳内でも最小限の労力で片付く部屋を、片付けられない遺伝子を受け継ぐ子供たちが自ら片付けられる部屋を目指してお片付けと DIY に取り組んでいます。それなら収納を見直して片付けるだけで解決じゃんと思うかもしれませんが、苦手で苦痛な片付け整理整頓をただただ継続することが難しいため、片付けプラス大好きな DIY で部屋をおしゃれにする、そしてそれを発信するという一見飛躍したより複雑なルートを設定することが私にとってのゴールへの近道と判断しました。泡で見えないんだけど、今現在1年以上この断捨離からの DIY の流れを継続できているので、この判断はあながち間違いではなかったような気がしています。住んでいるのがこじらせピーポーなので、まだまだすぐ散らかりますけどね。そんなこんなで始まったキッチン浄化 DIY 計画、あまりの情報量の多さに途中何度もフリーズし、めちゃくちゃ時間がかかりましたが、断捨離とお掃除がそろそろ完了しそうです。これがキッチン全体の断捨離の成果、大量の不要物は市のリサイクルセンターに持ち込みました。はい、
絶望的に苦手な断捨離お掃除パートを終え、いよいよ DIY パートへ突入いたしました。ちなみに当初まだ古いとは言えないこのキッチン部分も DIY する予定だったんですが、紆余曲折あり、この部分だけ業者さんに任せ、新しいキッチンに丸ごと取り替えが決定しております。その経緯につきましてはエピソード15、 DIY やめますか、それとも母親やめますか、これの前半で先ほどの秋の具体的ポンコツエピソード大放出、後半でこのキッチンをリフォームするに至った経緯がわかる回となっており、コメント100件超えの問題作となっておりますので、ぜひ見てみてくださいね。全てを天と地ほど激変させるこのキッチン DIY、 待ち構える膨大な作業量に戦々恐々とする秋の前に、一回廊下編のモンスター収納を彷彿とさせる、いやそれ以上の厄介な怪物が立ちはだかる。そう、それがこの食器棚。天井から床まで1ミリの隙間なく造作され、壁一面と完璧なまでに一体化したこの今は無きサンウェーブ工業製のカップボードなのだ。この家を購入したと同時に設置してもらったこの壁面作り付けのカップボード、この激安建て売り購入において唯一わがままを通したというか、こだわったと言ってもいいのがこのカップボード設置ですね。そんなこだわりと思い出の詰まったこのカップボードをね、この度破壊します。理想のキッチンを実現するために絶対に取り払わねばならない棚がそこにある。さらに今回のキッチン DIY、 視聴者様のありがたいコメントが秋のハートにクリティカルヒット。当初のプランを大幅に変更し、冷蔵庫を奥から手前に移動する決意を固めております。それにはただ入れ替えるだけではなく、がっちり壁にくっついている他の部分も全て一旦剥がしてスライドさせなければなりません。言うのは簡単だけど、素人にとっては結構な大工事。まあできるかどうかはわからないし、賞賛は全くありませんが、いつものようにとりあえずやってみる精神で、あまり深く考えすぎず、やれることからやっていきましょう。そして我が家には旦那モヘアンというプロが潜んでいるので、いつも通りいざとなったら遠慮なく泣きついていきましょう。はい、今ですね、食器類を出し終え、扉を外しコーキングを切りました。この時点で気づいた場所は全部外したはずなのに、まったくびくともしない。一旦意気消沈。待てよ。はい、天井ともくっついていることを忘れていました。コーキングを切って天井との隙間を埋めるこの謎の板を撤去していきましょう。なんとか剥がすことに成功しました。さあ、天井との接続がなくなり、これで動くはずが、いやーびくともしないね。一筋縄ではいかないのが巨大モンスターとの戦い。無情な現実にかなりテンション下がっております。もう一度一箇所一箇所再確認していくと、ありました、ここにも隣の棚から止まっているビスが上下合計6箇所。そりゃ取れんわ。まったくもう、どこまでしっかり作ってあるのさ。全て外します。すると明らかに今までとは違う動き、びくともしなかった棚がほんの少しだけ動きを見せます。ついに外せるのか。でもそれ以上は動かない。もう本当にこれでお手上げ。できることはやり尽くしました。参りました。久々登場の進撃のモヘジンでございます。贅肉の皮をかぶった筋肉を駆使して、早速どうやっても動かなかった食器棚を軽々動かしてみせました。全然動かなかったのに。北海道旅行で蓄えた美食パワーのおかげでしょうか。そして自分の力だけで本当にゴールのすぐそこまで来れていたんだと、足りなかったのは筋肉だけだったんだと、ここで分かりました。こうしてキッチン DIY のスタート地点にようやく立つことができました。外したカップボードを和室に運びます。この後外す釣り戸もこの和室に置いておきます。釣り戸を一人で外すのは無理なので二人で作業していきましょう。
ねえんだぞ、この素人目が。どういうこと？とりあえずネジ外そうとするじゃねえよ、お前。バリ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 やったら壊れるって。やってない。いや、なんかガリガリってなってんだろうが、お前。何のために？私は調整ネジなの。だからガリ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 やったら壊れるの。調整ネジをガリガリやっちゃってよ。本当だ。外せるネジは全部外せって教わってる。誰に教わったんですか、呼んでこい。こいつに。はい、そんな感じで本日も通常運転でやらせていただいてます。これは本来下の家電をどかしてから作業しなければいけないところ、かなり横着いやり方ですので真似しないでくださいね。釣り糸を外すと設置時に取り付けられた下地があらわになりました。冷蔵庫を移動していきます。数日後、キッチンの電気工事のため電気屋さんが入ってくれるので、冷蔵庫のコンセントもその時一緒に移設してもらう予定です。ここを左に数センチ移動させて、右端にカップボード引き出し部分が入るスペースを作ります。例によって外せるビスは全部外してありますよ。あと必要なのは思い切りと怪力だけ。上に乗ってる電子レンジやらなんやらを意地でも下ろしたくないズボラの真骨頂ですね。動いたぞ、バイオハザードみたいに。出ました、バイオハザード推し。一体何人に伝わると言うんでしょうか。これですね、初代バイオハザードゾンビゲームですね。完全にザ細かすぎて伝わらないモノマネ特化していますね。バイオ推しと壁を利用して、なんとこの何も下ろしてないオリジナルの超重量物を非力な主婦でもそのまま動かすことに成功しました。床はそれなりにダメージを食らうので、床を大事にしたい人は絶対に真似しないでくださいね。棚を移動するスペースが確保できたので、次は下地です。業者さんがきっちり入れてくれたこの下地に倣って、ど素人も見よう見まねで壁に下地を入れて、しっかりと釣り糸および引き出し収納をくっつけたいと思います。下地入れの手順はまず入れる部分の石膏ボードだけを外す。そして代わりに同じ大きさ、同じ12ミリ厚の下地用ベニヤを柱にビス止め。以上です。簡単ですね。言うだけならたった2行です。嘘でしょ。が、ど素人、何度も間違え、やり直しにやり直しを重ね、言うに3時間はかかっております。紆余曲折の詳細はエピソード18をご覧くださいね。下地入れが完了し、幅木を外したので、カップボードの扉をリメイクしていきましょう。今回のカップボードリメイクですが、仕上げはカッティングシートです。が、そのシート張りまでの間にこなすべきタスクはこんなにあります。全12工程、果てしなく遠い。遠すぎる。とりあえず、この総集編では6番パテ打ちまでをサクッと1分でお届けしますね。灼熱の外でひたすらリメイクの材料となるベニヤをカット。飛んでくる薄ベニヤに切れてますね。続いてライン取っ手を外した後にできるスペースをラワンランバーコアという仮面ライダーの必殺技みたいなかっこいい名前の板で埋めます。ここで神工具マキタジョイントカッター登場。ビスを使うことなく簡単に強固に板と板をつなぐことができるビスケットジョイント工法で板をくっつけます。すべての作業を釣り糸 ×4枚、引き出し ×8箇所、計12回心を無にして繰り返しましょう。ここで、ここまでの作業のご褒美、ある楽しみの日がやってきました。それは、新しい冷蔵庫が届くという楽しみであります。いくら料理嫌いとはいえ、主婦の端くれ、冷蔵庫の買い替えは一大イベントです。秋はめちゃくちゃ楽しみにしております。しかし、この後、そんな秋をどん底に突き落とす事態が巻き起こる。衝撃。冷蔵庫入りませんでした。リビングドアが狭すぎて入りませんでした。ショックすぎるんですけど。コスパのしわ寄せがこんなところにまで。モヘヤン曰く、通常80センチはあるというリビングドア、対して我が家のリビングドア幅はなんと68センチ。わあ、これが本当のスマートハウス。スマートハウスへようこそ。秋です。
言うてればいいか。細部にわたるまでコストというコストがカットされ、コスパ界のフェラーリぐらい上り詰めた我がこじらせハウス。この洗練されたコスパっぷりには常々感心させられっぱなしでしたが、まさかいつも何気なく通ってるこのリビングドアの幅にまでもコスパの波が押し寄せていたとは。恨めしい。はい、落ち込んでいる暇はないので手をね、手を動かしましょう。そもそもネットでポチった今回の冷蔵庫、こんなハイクラスコスパハウスに住んでおきながらリビングドアを通過できない可能性をね、考慮せずうかつにポチった秋が悪いんですよ。ええ、でもね、秋は諦めが悪いんですよ。蛇年のサソリ座なんでね。施設員の中、搬入してくれたおじちゃんの言葉をよくよく思い出してみると、この家に設置可能なのは63センチまでの冷蔵庫ですね。キャンセルして買い直しという形になるかと思います。え、お庭から搬入ですか？柵があるので無理ですね。柵外せば入るんですけどね。柵外せば入る？入る言うたよな。すぐさまモヘジに電話する秋。は？ドアぶち壊せばよかったじゃん。外にでも置いて行ってもらえばよかったのに。との鬼畜発言はすべてスルーし、柵が外せるかどうかを聞くと、ビスで止まってるだけだから外せんだろ。はい、突破。隠してワイダ電機担当者さんと連絡を取り、再搬入日がトントン拍子に決定。やっぱりどうしても冷蔵庫のサイズアップをしたかったことと、希望のサイズで63センチ以下のものが存在していなかったこともあり、諦めるという選択肢はありませんでした。搬入日は1週間遅れましたが、その日までに今度こそ万全な受け入れ体制を整えておきましょう。そうこうしているうちに、ここでようやく初めてカッティングシートが登場しました。今回のキッチン DIY のテーマはズバリインダストリアル。武骨で男前、それでいて洗練されたかっこいいキッチン。廊下のオフランスから急ハンドル切ったなと思うかもしれませんが、両方好きなんですよね。フレンチスタイルもインダストリアルも。今までが白を基調としたキッチンだったので、もう真逆にしたかった、めちゃくちゃ変化させたかったというのもあります。果たしてどんな仕上がりになるんでしょうか。ド素人が12枚の扉にちんたらシートを貼る様子を全てお伝えすると10時間超えの動画になってしまうので、編集という魔法でギュッと縮めてまいりましょう。わかりやすく浮かれている場合ではありません。釣り戸を設置し直していきますよ。オーバーとさ、でも誰が別に完全に打ち合わせ不足なおばか夫妻、先行き不安。今全然違う。
差し切り気まずい時間を過ごし再挑戦です。ここまでの作業で疲れ切ったアラフィフ夫婦にはヤンキーカップルのようなバイタリティは残されていないので、ただ無言で動きましょう。カップボード扉のリメイクが完成しました。続いてこの他より高さが足りない部分にスライドレール式引き出しを作ります。安めのカッティングシートを貼ったのはナンバーコアをビスケットジョイントで組み立て、スライドレールを取り付け、なんやかんやあったけどどうにかこうにかできた引き出しがこちらでございます。いや、総集編、尺が恐ろしいことになってます。引き出し作りは3分クッキング方式で大胆にカットしましょう。続いて超ロングスギカフェ板の登場です。このスギカフェ板をつないで素敵なムクカウンターを作ってみようと思います。今から見切り発車のド素人が四苦八苦する様子を皆さんにはソファーに深々と腰掛け、ワイングラスを片手にゆったり貴族目線で楽しんでいただければと思います。くっついた巨大カウンターの幅を片方だけ切り落としています。今回元のカウンターに習って手前に来る部分を L 字にしなくてはなりません。モヘアンにそれを伝えたところ、素人には止めはぎは難しいからやめとけよと謎の言葉を残し去っていった。言葉の意味はわからんがとにかくすごい悔しいので調べたところ、これは難しいからこっちにしとけってことらしい。なんだぜ、ご忠告ありがとう、そして私の闘争心に火をつけていってくれてありがとう。やったろうじゃん、素人にだってできるもん。というわけで素人には難しいらしい止めはぎに挑戦してみることにしました。できるかはわからないけど紙工具頼みでプロクオリティを目指してみましょう。丸ノコによる45度カットは成功しました。ほらできるじゃん、余裕余裕と木工をなめ散らかすド素人にこの後天から容赦なき試練が降り注ぐ。いい感じ。カウンターの長さは2700mm、ジョイント箇所は10箇所以上に及びます。ボンドを塗っていきます。これを一気にはめ込むことなど可能なのでしょうか。ある程度まではハマったけど、それ以上ぴったりとはくっつかない。ぴったりいかないね。早くしないと、もたもたしているとボンドが乾いてしまう。慌ててベルトクランプを探しに行く秋。毎度段取りの悪さが足を引っ張る。一番正面の一番目立つ場所、失敗するわけにはいかない。木がへこむほど締め付けてもこれ以上くっついてはくれません。万事休す。ものすごく空いた隙間に絶句。しかも 2700mm 分全部。
完成したので古い天板を撤去します。果たしてあの隙間はどんな仕上がりになったんでしょうか。名脇役デニスの功績やいかに。ちなみに尺の関係で全てカットしてしまいましたが、ゴミ箱と家電スペース、そして釣り戸に引っ掛けてあるキッチンペーパーホルダーも同じシートを貼り統一感を出しました。子供たちも気に入ったようです。またもや設計ミス発覚。隙間が空きすぎました。この隙間がひどい。この端材を使って設計ミスをごまかします。まずは天板と引き出し枠を固定します。これはミスがなくてもつけなければいけなかったパーツ。天板と枠を固定するためのパーツです。反りが出ていたので末っ子を重りにしてビス止めしています。隙間を埋めるのはラワンランバーコアの端材。ベニヤは柔らかいのでインパクトを回しすぎるとどこまでもめり込んでやがて貫通してしまいます。少しずつ慎重に回していきます。カップボードに貼ったリアテックシートと同じものを付けた端材にも貼ります。先に貼っておかなかったのはビスを隠すためです。隙間がかなり目立たなくなりました。心折れながらもなんとかたどり着いたゴール。憧れの報いたカウンター、そして理想を詰め込んだカップボードがついに完成です。ここまでで30分を超えるこの総集編の尺に戦々恐々とする編集中の秋に突きつけられたのはクロスハリのターン。しかもクロスハリの通常動画再生数が爆死してるんですよ。プロのハウトゥー動画ならまだしも、ド素人のクロスハリ動画の需要のなさをまざまざと思い知らされた YouTuber 秋。視聴者様の需要を把握してこその YouTube 運営ですからね。おもんないクロスハリは5分、いや2分に縮めてしまえ。ナレーションを入れると字幕より尺が伸びてしまうので、ここでナレーションもオフ。駆け込み乗車も大歓迎。壁紙エクスプレス発車します。かくしてカップボードのリメイク壁紙貼りを終え、オシャンティーなキャフェみたいになったかに思えたこじらせキッチンだが、高低差エグ。果たしてこのエグすぎる高低差を解消し、無事ニューキッチンをお迎えすることができるのか。ここからいよいよキッチン外しが始まります。エピソード15の最後でモヘヤンから、キッチンを外すのは15
YouTuber の落とす落とす秋が一人でキッチンを外すという衝撃の宣告を受け、視聴者様の期待を煽った挙句、蓋を開ければ水道屋さんと説明不足の現場監督の男気に圧倒され、ド素人の出る幕ゼロ。最終的にビッグダディ風土下座をするに至るわけなんですが、バッサリカットしておりますので、詳しくはエピソード22をご覧くださいね。さて、綺麗にキッチンがなくなったこじらせハウス、設置はキッチン屋さんにお任せですが、このキッチンパネル剥がし、ボード外し、ボード貼り、パネル貼りまでを自力で行い、万全の体制でニューキッチンをお迎えせねばならない。早速最初の難関、ガッチガチにくっついているキッチンパネル外しですね。石膏ボードを生かすにしろ破棄するにしろ、絶対に剥がさなければならないそうな。こちらはモヘジとは10年来の付き合いの大工さん、別件で来てたついでにちょこっと手伝ってもらいました。さすがプロ、手際が違う。ガッチガチのキッチンパネルに発狂しそうなモヘジに追い打ちをかけるように、ド素人のポンコツっぷりが炸裂。役に立ってないですから気じゃねえで役立ってねえんだよ。はい、こちら新しい石膏ボードでございます。おっと、ここでド素人再びやらかしたようだ。どうやら割れましたね。新品の石膏ボードが無残にも欠けました。沈着冷静にリカバリーする親方の後ろで慌てふためくうっかり秋で、ちょっとミスを緩く打っちゃっただけじゃないですか。なんでこんなことになるんですか。もろすぎるよ石膏ボード。どうやらそのままいけるいけるとのことです。もしあんたやっとけよ。へい。おーっと、いけると分かった途端にアキベ独特な動きで親方を煽り出したはい。おうおうおう、ビビらせてんじゃねえよ、いけんじゃねえかよとでも言いたいんでしょうか。とんでもない言いがかりですね。ストップ煽り運転。後日、キッチンパネルの施工に入りました。初めてコーキングガンを握るド素人、なんということだ。下手です、下手すぎます痺れを切らしたモヘジに速攻を奪われました。降臨いたしました。ざっと見ていきましょう。まず気になるキッチンのシリーズですが、クリナップのセントロでございます。なんとキノコから3ランクアップ、松竹梅の松、いっちゃんええやつ。今まで何においてもランクとか気にせずフリーダムに生きてきた秋ですが、いかんせん
前ショールームに行ったことが運のつき、散財へのカウントダウンの始まりでした。要するに一目惚れですね。気に入っちゃったんですね。危険だわ、ショールーム。レンジフードってこれだっけ？こんないいやつだっけ？これいっちゃいいやつじゃないの？洗うのじゃないの？バカな。あら、A ないのにしたはずなんだけど。またキッチンだけは妥協するなとのコメント欄や先人たちの教えに従い、思い切ってこれに決めました。え、油田ですか？油田は今からせっせと掘りましょう。掘り当てるしかないでしょう。そもそも秋が求めたのは食洗機でした。それがまさかのキッチン全取り替え、しかも憧れのドイツ製食洗機導入という結末。これは現実なのか、自分でもちょっとまだ理解が追いついていません。料理嫌いの秋にとってこのような素敵なキッチンはかなりのプレッシャーとなります。この先このキッチンが秋にこじらせピーポーに一体どのような変化をもたらすんでしょうか。未知の世界はまだ開かれたばかりです。続いて天井ですね。天井をやっつけていきましょう。ちなみに時系列的にキッチン DIY のかなり初期、食器棚解体直後に遡っております。そのため完成したはずのカップボードが逆戻りしていたり、キッチンも前のままだったりしますが、天井ができていくにつれ背景が進化していく様子も改めてお楽しみいただけたらと思います。さて今回前代未聞のとんでもねえプランが決行されるんですが、それは下がり天井。おしゃれなお家のキッチンによく見られる一部分だけ少し下げられた天井。さらにそこに他の天井と違う壁紙を貼ることで、空間をさりげなく仕切るとともにメリハリを生み出す。下がり天井に密かに憧れていた秋は、今回珍しく協力的な旦那モヘアン主導のもと、前代未聞の後付け下がり天井 DIY に挑戦することにしました。この人は曲がってないでしょ、定規なんだから。こうでしょ、上手でしょ。振り向いたらずれてる。そう、お前のってのも初っ端から前と棚わちゃわちゃしてますよ。はい、切っているのは天井の下地となる 30×40 の赤松信地、通称3040。木造建築現場にゴロゴロ転がっている代表的下地材。天井を下げると言っても一体どうやってと思いますよね。今回はこの信地の太さを利用して約 80mm、8cm 天井を下げる作戦です。ここから天井下地が完成するまでを駆け足でお届け。早くしてんのよ。じゃあもう変わって。落ち着いて。太陽沈めて。やった。裏方がムキムキマッチョになってしまう。何このスタイル。日曜日、朝からパテ打ち、削りを進め、ようやくクロスののり付け。もう外が暗くなっています。モヘアンは明日仕事です。
でもやるならやる気に火がついている今しかない。先に言っておきますと、この天井クロス張りはことごとく失敗し続けます。ど素人と素人に毛が生えた程度のプロもどきによる作業。天井にクロスを張るということの鬼畜さに釣り合わぬ弱小メンツです。決して舐めてかかっていたわけでも自信があったわけでもない。でもやるしかありません。私たちにあるのはやる気と根性以上です。2枚目、カメラワークをミスり、モヘジの尻メインの絵面となっておりますことを心よりお詫びいたします。絶対なの、絶対失敗するミスだったな、これ。ちょっと待って、見えてないけどノールックだけど大丈夫。お前のお前が黒い位置を変えればいいんじゃない。2枚目からの試練がジョイントカット、重なったクロスを切る作業です。先ほどから使っているこのどでかい定規が失敗の根源。ジョイントカットには軽くて正確、ずれにくい専用の定規を使うべきでした。このレンジフードの部分を思いっきりカットミスし、かなりの隙間が空いてしまいました。考えてたってクロスは入ってこないんだから、切るのに切る、ダメならめくる、めくらないです、絶対に。なんとかごまかします。こんな時、誰かに背中を押してもらえることがありがたいですね。一人だと延々と放心して時間だけが過ぎていってしまいます。さらに作業に時間がかかりすぎたせいか、重なりを剥がすときに裏紙が下地に残ってしまいます。あー、もう、痛いですね。うまくいかないよ。3枚目、時刻は午後10時半。電気の配線を出すのに精一杯で、後ろの異変に気づかない2人。何度も何度もやり直してやっと腫れた最初の部分が剥がれてきています。うわ、こんなことある？次々押し寄せる難題を片付けつつ、時折笑いながらやってますが、本当は全く笑っていられない状況です。気持ちだけが焦って、作業は一向にうまくいかない。でも今気持ちまで折れてしまったら、暗闇に持っていかれたらダメだと、いつもより多めに笑って踏ん張っています。閉まってね。本当にキッチン DIY 全工程で一番辛かったのがこの天井クロス張り。今映像を見返しているだけでも心臓がキュッとなります。YouTube でよく女性一人で天井クロスを張っている動画を見かけます。プロだったり素人だったり、だから自分もそれなりに張れるんだろうなと、どこかでそう思っていました。でも今回彼女たちは超人なのだと分かりました。モヘアンという屈強な助手がいてもなお、凡人アキは一枚たりともまともに張れませんでした。あんなかっこいい女に私もなりたい。なんて言ってるそばから最後の大やらかし。スリット部分の L 字カットをミスって足りなくなりました。かっこ悪いことこの上ないですが、カットして継ぎはぎしています。すがすがしいほどに大失敗です。悲しい気持ちももちろんありますが、このキッチンで一番ネックだった天井 DIY、 天井クロス張り、その終わりがもうすぐ来る。大した怪我もなく大喧嘩もなく終わりを迎えられる、その安堵の気持ちの方がずっと大きいです。前代未聞のド素人による後付け下がり天井 DIY 完成です。時を戻そう。再びキッチン DIY の超初期まで時が戻りました。時をかける少女、もしくは東京リベンジャーズばりにタイムリープが止まらないこじらせハウス、果たしてハッピーエンドを迎えることができるんでしょうか。このターンでコスパキッチンを10年間ただひたすら守り続けた最後の砦、このキッチンカウンター破壊します。このコスパ特有のコスパフォルムとコスパ塗装を撲滅すべく、再びコスパ撲滅特急に駆け込み乗車していきましょう。はい、コスパ発楽園行きカウンターエクスプレス発車します。
用扱い。屈辱。何がいる？どこ？え、どこ？D&D！ D&D！ 江戸っ子7号を登場しました。邪魔するんだな。埋め込み式の棚ニッチを作ります。ギッチギチの箱を素手で強引に叩き入れるモヘジ、最終的にその辺にあった 2x4 材で叩き込む破天荒親方、なんてワイルドなんでしょう。そこは入ってる。そして入りました。すご。他の3つの箱もアキが見よう見まねで入れてみせましょう。金槌では全く歯が立たないので親方を見習ってデカオモ 2x4 で行ってみると、これすごい。なんと入りました。ニッチをはめ込むのに必要な道具はデカい木の棒以上でした。一番左に他より少し大きいニッチを作りました。ここを行き場がなくていつもどこかに転がっている iPad 置き場にしたい。セイタの接着はボンドのみ。大丈夫かな。他の箇所以上にシビアなこのセイタニッチ、加えて角なので思い切り叩けません。ボンドのみで接着したセイタが剥がれてしまいました。必死の思いでここまで叩き込んだ箱、今さら引き返したくない。後戻りが大嫌いなアキはただひたすら叩きます。しかし健闘虚しくセイタを残しあっさり外れるニッチ。ニッチもサッチもいかねえ、言うてる場合か。これは放送できんな。いくらなんでも。結局後から箱をはめてボンドとクランプで改めて固定。あとはパテでごまかすしかない。箱がはまったのでここにもボードを貼ります。カメラ見たとかぶりなんですよ。ちょっともいいですか、カメラのこと考えて。編集してた、モヘジのケツしか映ってる。ちょっと考えてよ。こっちはね、これでやってるじゃないですよ。ケツしか映ってる。現場監督と YouTuber、一生分かり合えなさそうな二人です。ニッチのこのとんでもない段差をパテで埋めます。
下塗り、サンディング、上塗り、サンディングと進み、いよいよクロスを貼っていきますよ。いざ。しかし、この真ん中がくり抜かれた状態の柱2本にどうやってクロスを貼ればいいんでしょうか。考えるよりやっちゃい精神の秋はノープランのまま、このド素人には厳しすぎる異形の壁面に挑みます。開始早々行き詰まるド素人、いつもならとりあえず壁に仮止めしておける重たいクロスだが、その壁がない。一体どうすれば。これ直せればいい。これ先下だ。弱っちゃってる、弱っちゃってる、弱っちゃってるよ。助けを呼んでも無駄です。モヘジは今太平洋に浮かぶイカダで魚と戯れておりいません。手を離せばクロスが落ちて破れてしまう。脚立もカメラも自分も動けない。破れる気がする。頼れるのは自分だけ。落ち着け。すでに破れている。こっちじゃなかった、こっちだった。2枚目、先ほどの教訓を生かしてスムーズに貼れるでしょうか。時計が映っているので時の流れが分かりやすい。わずか15分ほどで柱のジョイントまで完了。ポンコツもポンコツなりに学習し育っているんですね。続いてニッチのクロス貼りに入りましょう。アクセントクロスに選んだのはこちらのコンクリート調クロス。そしてこのニッチの形の複雑さ、先ほどの柱以上の鬼畜っぷりですね。まずは上からニッチの背板部分までを1枚で貼り、次に横方向を埋める。1箇所で2枚のクロスを重ねる方法です。角が苦手な秋、めちゃくちゃ時間がかかります。これまでに経験してきた一つ一つを忠実にこなしていけば決してできないことではないはず。自信はないけど自分を信じるしかありません。秋にできるのは手を止めないことだけです。ただの何もない壁なら2時間もあれば貼れるでしょう。ですが1箇所1時間半以上はかかる。終わりが見えません。またしてもこじらせピーポーが寝静まり、日付が変わってしまいました。翌朝、最後の一面、カウンター上部のクロス張りです。1時間もかからずに張ることができました。ジョイントもどこがつなぎ目なのかわからないほどです。5人家族には少し小さいダイニングテーブルをさらに狭くしていた。でもここにあると便利ないろいろを移動していきましょう。何年も前に作ったボロボロのラックを撤去します。このままでは iPad が倒れてしまいます。本当はおしゃれなアイアンバーをつけたい。でも何も買い足すことなく、あるものでなんとかしよう。だって私は DIYer。 ポンコツで浅はかで失敗しかしないけど、これでも DIYer なのだから。フロアタイル張りのコツはエピソード13で詳しく紹介しています。素人が試行錯誤して編み出した8個の極意を盛り込んでますが、方向性に迷走してナレーションを消し、ごく真面目に解説した結果、公開直後から登録者が減少するという恐ろしい闇動画となっているため、フロアタイルをマジで綺麗に張りたい人以外は決して見ないでください。キッチンとリビングは一続きになっているため、リビングの一部から張り進めていきます。経験したすべての DIY で一番腰がやられるのがこの床張りです。低い位置での作業が続くため要注意です。
ついにこじらせハウス最大の欠点をご紹介せねばならない時が来てしまった。それはこちら。勘の良い皆様ならもうお気づきでしょう。いえ、もうとっくに気づいていたことでしょう。そう、我が家の間取り変なんです。玄関から廊下、そしてダイニングキッチン、リビングへの見通しが異常に良すぎる問題。時間によっちゃ今晩の手抜きおかずも丸見えだし、 PC の画面も丸見え。あらやだ、こじらせさんの奥さん、また今日もお鍋。あら奥さん、もしかして流行りの YouTuber？ 瞬く間に広がるチープなゴシップ、なんて恐ろしい。ちょっと待って、リビングドア閉めておけば解決じゃん。そう思いますよね。ですが我が家のドアは、来訪者がチャイムを鳴らした瞬間、好奇心クリーチャーズ3体のうち誰かによって開け放たれ、閉められることもほぼないため意味をなしません。結果、見せたくないもの見られ放題、冷房暖房逃げ放題。とにかく我が家のドアは閉まってたらラッキーぐらいのギャンブルドアなのだ。全ては片付けられない私秋のこじらせピーポーの不徳の致すところ。今こんな秋にできるのは、そう、隠蔽、事実をありのまま隠蔽することのみです。どんな悪徳政治家よりも、産地偽装発覚直前の食品会社よりも鮮やかに華麗に、この箸にも棒にもかからぬ景色を隠蔽してみせましょう。さて、キッチンの集大成、最後の DIY を始めましょう。まずはこの時のために建てたこの2本の柱、柱の間にインダストリアルなインテリアには欠かせない室内窓を作ります。使用するのは2階女子部屋の窓枠にも使用した赤松さん木。まず取り出したのはトリマー、万能溝掘り紙工具。そうです、今回の窓枠およびルーバー DIY の肝となるのがこのトリマーによる溝掘り。ほぼ全ての接続をこの溝掘りによって行います。まずは窓ガラスの代わりとなる中空ポリカをはめ込むための溝を掘っていきます。あれ、むず。この国は誰？トリマーって無敵とちゃいますの？2本ともぐにゃぐにゃになってしまいました。はて、どうしようと考えていたら裏を発見。もうワンチャンありました。ここまでは練習ということにして、裏返して今度こそ綺麗な溝を掘ってみせましょう。両手でしっかりと押さえ、慎重に進みます。完璧ではないですが、なんとか使えそうなレベルには仕上がりました。続いてこの荒くれ者を室内窓にふさわしいつるすべ材に優しく構成させてあげましょう。木材がつるすべになったので、スライド丸ノコで45度カットしていきます。続いて窓の真ん中、格子部分に手動で溝を掘ります。同じ加工をした2本をカチッとはめれば格子の完成。ボンドも何も使用せず、綺麗な格子ができました。続いて格子をはめ込む溝をトリマーとのみで掘ります。溝が掘れたので窓枠を組み立てて塗装していきましょう。続いてガラスの代わりに使用する中空ポリカをカットしていきます。少し大変でしたが、カッターで切ることができました。いよいよ溝にポリカをはめ込んでいきますが、なかなか入らない。留め剥ぎが完璧にできなかったおかげで、できたこのズレのせいでしょうか。ここで最終手段、進撃のモヘジ召喚しましょう。段差はちゃんとくっつけられなかったから見せるこりゃないんじゃ、見せたくないもんだってあるよ。助けては欲しいが、ダメ出しはされたくない。見られたくない部分を手で隠蔽しております。子供か。モヘジが叩いたらなぜか入りました。これであとは上の最後の木材をはめれば完成と、最後の木材を乗せてみますが、なんとどんなに叩いてもはまらない。中空ポリカのサイズが少し大きかった模様。短めにしたのに明らかに長い。なんとか悪あがきするも、モヘジですらお手上げ。溝側をもう2ミリ深く掘り直すしかないという結論に至りました。何一つスムーズにいかないこの DIY。 秋のチャックも自暴自棄になってしまいましたが、そんな場合ではありません。夜が明けて冷静を取り戻した秋、チャックも気も引き締めて溝を掘り直し、少しずつでもゴールに近づきましょう。やっと窓枠が完成しました。あとははめ込むだけです。
と思ったら、案の定はまりません。いやもうだいたい予想はできてました。さすがに横幅がちょっとギリだな、入らないかもと覚悟はしていました。ボンドでがっちり固定され幅は調節できないので、もうこのまま丸ノコで強引に削っちゃうことに。今度こそ絶対にはめてこの戦いを終わらせてみせる。なんと削ったのにギッチギチだ。どういうことだ。でも秋は決意を胸に秘めています。もう決して後戻りはしないと。もう進むしかない。叩け秋。秋は無傷ですが、どうやら天井が深みを負った模様。はい、苦労して張った天井壁が派手に破れました。笑うしかねえ。紆余曲折ありまくりの窓枠が完成しました。続いてはルーバー DIY に入りましょう。使用するのは赤松胴縁、天井下地に使用した赤松の縁の強大材ですね。きっちり隠蔽するために今回使用する胴縁は17本。大量の木材は綺麗に並べてクランプで固定し、先ほどと同じ工程で吊るすべにしてブライワックスで塗装していきますよ。今回ルーバーになる17本の木材をはめ込むために、上下合わせて34箇所に及ぶ溝を掘らねばなりません。ジグのおかげで大量の溝をサクサク掘り終えました。枠の長さを確認。天井と床の間にはまるかな。遅すぎてあくびが出るわい。よかったカメラに当たんなくて。皆さんももしかしたら今まで運が良かっただけと思っていた出来事は、自分に潜む師範が助けてくれていたのかもしれませんよ。ルーバーを組み立てていきますよ。まずは柱に枠を止めます。いよいよルーバー部分をはめ込んでいきますよ。が全然はまんないわ。期待を裏切らないうっかり秋兵衛、またしても入りません。え、全然じゃん。全部 2mm どこじゃない。17本。やってるわけじゃないです。やりたい順番にやるから。違います。
最終的な形を考えられる範囲で最善の方法を取ってるだけです。考えてないだけです。考えてからやってくれる。考えが及ばないんです。下から止めるしかない。これもビスで止めるの。私先に止めとかなかったの。マッシュさん、悪いこと何もしてないですよ。出してくれよ、ここから。どこかに本物のタイルを貼りたいという憧れをついに実現する時がやってきました。初めてのタイル貼り、どんな試練が待ち受けているんでしょうか。それにしても可愛い、ほんの少し緑がかったマーブル模様、タイル可愛い。本物のタイル見ているだけで気分が上がります。キッチンに立つモチベーションにつながること間違いなし。ポンコツすぎでしょ。細かいタイルなのでちょうど収まり、割る手間もありませんでした。接着剤を塗り貼り付けるまでは順調に進みます。ママ友リリー登場です。これはロボット掃除機械の撮影の後ですね。今日はハキが親方です。お昼を過ぎてますが、お腹がつかない2人組。本当だね、無敵の2人組。人間来たあ、上有能すぎる助手にポンコツすぎる親方、裸の王様ですね。
敗した。拭き取るタイミングが遅かったらしい。もっと乾いてない時にしっかり拭かなきゃいかんかったらしい。はい、ものすごい失敗しました。メジを入れたらすぐにスポンジで拭き取らなければいけませんでした。謎に寿司三昧やってる場合では全くありませんでした。わかりづらいですが、タイル表面にうっすらメジ剤が残り取れません。さらにメジに凹凸がなく、タイルの良さが半減してしまっています。正しく拭き取ったタイルと比べると違いは歴然です。説明書に拭き取るタイミングは頃合いを見てと書かれていたため、飽きなりに頃合いを見た結果こうなりました。このリカバリーは後ほどきっちりやります。ここから右半分を正しい手順でやるので、参考にされる方はこちらを参考にしてくださいね。接着剤が完全に乾いたタイルを目地剤で埋めます。完全に埋まったらすぐに固く絞ったスポンジで拭き取ります。ここで目地がある程度削れて、それが後々タイルを浮き立たせてくれます。3、40分置いて少し目地が固まったところで、さらにタイル表面に残った目地剤を完全に拭き取ります。この時目地剤を塗ってないタイルと見比べて同じになるくらい綺麗に拭くと良いです。柄物タイルの場合、綺麗になったかどうか分かりづらく拭き残しがあるためです。失敗タイルをリカバリーしましょう。まずダイソーのダイヤモンド磨きでタイル表面に残った目地剤を削っていきます。拭いても取れなかった目地剤が割と簡単に落ちてくれました。次に目地削りで目地を削って立体感を出します。目地はとっても柔らかいので削りすぎに注意します。右側と見比べても遜色ないくらいになりました。新しくなったから家事が好きになる。残念だけどそんな単純なことではない。すぐに忘れて色褪せて慌ただしい日常に打ちのめされるだろう。でも少しずれたクロスのつなぎ目を見るたび、ザラザラのコーキングを見るたび、きっと思い出す。汗を流して笑って失敗して泣いた日々を、そして色褪せていく日常に心を取り戻そう。
生きるために、生かすために、これからも DIY をし続けよう。